皆さん、こんにちは。小児会計士の小林修司です。今日はですね、私がおすすめする、まあ、メモ帳ということで、主にですね、ビジネスマンの方に向けて、普段ね、こう、仕事でいろいろメモを取ることがあると思うんですけれども、その中で私が実践してきた中で、おすすめだというふうに言えるものをですね、ちょっとお紹介したいなというふうに思っております。さて、早速ですけれども、皆さん、普段どのようにメモを取っているでしょうか どのようにメモを取っているかというところはですね、どういった媒体にメモを取っていますかということなんですけれども、例えばですね、ここにありますように iPad とこの Apple Pencil、こういったものを使って手書きをするという方もいらっしゃるでしょうし、もうパソコンにそのままパソコンを開いて入力していくという方もいると思います。もしくはね、こうスマホでね、スマホでこう もうその場でこうフリックメモしながら撮っていくとか、まあそういったやり方もね、いろいろあると思うんですけれども、私もですね、この iPad、まあ今はもう持ってないんですが、iPad mini とかですね、この iPad でいろいろメモを取ろうと思って実践してた時期があったんですけれども、私の場合は、この電子メモっていうのがですね、どうしてもなんかこう合わなかったんですよね。この書いてて、なんか書いてる感じがしない。 この画面フィルムにね、その、紙で同じような、紙で書くのと同じような抵抗感があるフィルムを貼って、まあ、紙に書いてると同じようなしょあの感触になるっていうのもあるんで、それも試したことがあるんですけれども、やはりですね、なかなかこう、iPad に書いてのメモを取るっていうのは、なかなかちょっと私には馴染みませんでした。あと、まあ、こう、パソコンを開いてもそのまま直接入力するっていうこともね、やったことはあるんですけれども、 例えば、メモをね、取る側と、例えば私の先輩とかね、上司がいて、上司がいろいろお客さんと話している横でメモを取るということであれば、まだね、こうパソコンって抵抗感ないんですけれども、1対1でこう対面してやり取りするときに、メモをこうパソコンで打つっていうのが、どうしてもですね、こう抵抗があったんですね。まあお客さんからすると、こう、しっかりメモを取ってんのかな 何やってんだろうこの画面の向こうで何やってるんだろうっていうようなことをね、思われてしまったりするようなね、この雰囲気を与えてしまうような感じがしたり、どうしてもこう、その場でカチャ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 ってメモをパソコンで取るのは、ちょっと私にはね、馴染みませんでした。まあ、これはスマホでも同じですけれども、やはりまだ私のような業界ですと、 この対面でいろいろ相談とか乗るときには手書きがまだまだ主流かなとお客さんに対する印象もですね手書きの方がいいんじゃないかなっていうふうには思っていますじゃあ手書きの場合にどういったメモ帳がいいのかなっていうところなんですけれどもこれも人それぞれね好みがあるので一概には言えないんですけれども代表的なのは大学ノートですよね大学ノートにいろいろ書いていくっていうようなパターンもあると思いますただ 大学ノートだと私の場合はやっぱりちょっと使いにくかったです。まあこれも人によってよしよしがあるので一概には言えないんですけれどもやはりその一冊にですねいろいろなお客さんのね情報が記載されてしまうっていうところが最大のデメリットなんじゃないかなというふうに思います。まあ皆さんのいろいろ仕事の職種にもよると思うんですけれども私の場合はいろいろなお客様いろいろなお客様っていうのは 何件かののお客様がいいらっしゃいますので一対一といっても、その数が多いんですよね。そうすると、例えば、今日は A さん、明日は B さん、明日っては C さんといった場合に、同じノートでね、持っていけば、一冊の大学ノートで持っていけば、それはね、それのノートを持っていくだけなので楽なんですけれども、じゃあ前回の A さんとのミーティングの時に何を話したかなっていうところを探すときにですね、またそれをこう、 いろいろ戻って探さなきゃいけない。まあ、それがやっぱりちょっとね、デメリットでもあったんですね。あとまあ別の動画でもお伝えしましたけれども、別のお客さんのところに行ってノートを開いた時に、別のお客さんのね、情報が見えてしまうっていうところもね、ちょっと、あの、守秘義務のところではいかがなものなのかなっていうところもあったので、いろいろね、試してみたんですが、やはり私のこの業態の中でぴったり合うのは、 よくある、病院のお医者さんが使っているようなカルテですね。カルテ方式のメモが私の業種には一番ぴったり合っています。カルテ方式ってどういうのかっていうと、要するにノートではなくて A4 用紙一枚一枚にお客さんの情報を書いていくと。それでお客さんのところの情報をそれぞれ、まあ、クリアファイルとかファイリングして、まあ、それを持っていくと。 そういったようなスタイルに落ち着きました。それでですね、まあどういったスタイルが、その中でもですね、いろいろこだわりがありまして、まあ、例えばですね、こういうようなリング式のノートがあると思います。リング式のノート一番いいところは、この枚数が多いのに関わらずですね、こういろいろめくりながら、これはちょっと B5 サイズですけれども、B5 サイズの大きさであれば、まあ、このサイズでね、ものを書いて、また書いたら、次のページに行くという感じですよね。 大学ノートだと、これがこういう感じで開いた状態になっちゃうので、結構机の上の面積を取るんですけれども、このリング形式であれば、半分で収まるので、スペース的にはね、すごいいいんです。ただですね、やっぱり重いんですよね。枚数が多くなるので。ただこのメリットは、書いたらこれはちょうどちぎれるタイプなので、あの、ミシン線が入っているので、これでちぎって、 それをファイルできるっていうメリットはあるんですけれども、ちょっとですね、これあと持ち運びにね、重いっていう感じなんですね。まあそれなのでどういう形式に落ち着いたのかと言いますと、まあこういった感じの A4 用紙1枚ずつね、あのファイルできるように、クリップボードですね。こういう感じの。クリップボードに落ち着きました。これでそのお客さんのところに行って書いたら、これをまた1枚外してファイリングしますと。 で、また別のお客さん行くときには、この真っさらな状態でスタートするので、特にね、情報が漏えいすることもありませんし、すごいですね、あの、重宝しています。またそこからちょっと、あの、深掘りするんですけれども、サイズはね、A4 用紙で統一しています。A4 用紙は、あの、ファイルをするときにもですね、A4 のファイルが今主流なので、もう、ちょっと大きい、カバンに入れるとちょっとね、大きいんですけれども、A4 サイズで、 もう統一しています。それで、このタイプのですね、メモ帳なんですけれども、いろいろ種類があるんですよねで。結構高いものから安いものもあるんですけれども、その中でもですね、いろいろ試してみました。まあ、例えばですね、えー、これはプロジェクトペーパーといって、えー、方眼紙なんですけれども、これ全部ね、あの、薄い青が、青い線が入っているんですね。で、これのいいところはですね、コピーすると、この 経線がですね映らないんですねなので、この形線に沿って例えば、綺、え、麗、ー、に文字を書いていってコピーすれば、この後ろの形線が映らないっていうようなメリットがあります。これが一つあの、私が使っていたプロジェクト、えー、ペーパーという表紙、まあ、です。ただ、これはちょっとデメリットがあるのは、ちょっとね、重いんですよね。なぜ重いのかっていうと、紙質がね、結構いいので、 この1枚1枚の、ね、紙の枚枚紙重さが、ね、ちょっとあるんですよね。それで次にですね、まあ、ライフノートってよく、ライフっていう、ね、あの商品名で出てると思うんですけれども、このこれ日本製の,、ね、あの紙なんですけれども、ライフというところのこのレポート用紙。 まこれもね、使ってみました。これもね、あの方眼と無地と横線があって、まあ、これはちょっと横の形線なんですけれども、これはこれでね、結構軽いんですね。一枚一枚が薄くて、重さがないので、これもね、一つあのおすすめだと思います。ただ、いろいろ試していく中で、やはりこの、自分が使っているペンとの相性っていうのがあると思います。自分、例えばですね、さらさらかけた方がいいとか、少しね、引っかかりがあって抵抗があった方がいいとか、 いいろろねあの、好みがあると思うんですけれどもその中でですね、私がたどり着いたあのおすすめのレポート用紙というのがですね、この丸版から出しているニーモシネ丸版から出しているニーモシネのレポート用紙が私の書き味にはぴったりだということでね、これが私の,あの今の最終の最終形態といいますか落ち着いたようやく落ち着いたレポート用紙になります。 もう結構ね、Amazon とかで、ね、まとめ買いしてるんですけれども、これ何がいいのかと言いますと、紙質はですね、あの先ほどのプロジェクトペーパーと同じぐらいちょっとね、一枚一枚しっかりしてるんですけれども、下がね、あのこれは方眼方眼タイプなんですね。で、何がいいのかというところなんですが、この一番上のところがですね、この日付とタイトルを書くスペースが空いてるんですね。で、これ何がいいのかと言いますと、先ほどのこの こういったクリップボードの場合ですね、このクリップの場所が書けないんですよね。ずらせば書けますけれども、まあ、こういった状態でペンを書いていくので、どうしてもここがね、このスペースが書けないんですね。先ほどの一面が全部方眼紙のタイプの場合だと、この上のところがですね、ここですね、これプロジェクトペーパーなんですけれども、この上のところがですね、スペースが埋まってしまうんですね。そうすると、 ここだけなんか相手で気持ち悪いっていうような感じが私の場合しちゃってそうであるならばここにしっかりねタイトルでもうあらかじめここはねタイトル以外は書けませんよっていうふうに指定されている方が私にとっては一番書きやすいなということでこのニーモシネ丸々のニーモシネがですね私の中ではおすすめということになっていますクリップボードなんですけれどもここのクリップがですねしっかりしてるでいいんですけれども 音がうるさいんですよね。音がうるさい。で、ここにもちょっとね、こだわりがありましてですね、先日、えちょうどですね、あの羽田空港に行ってきて、まあ、国際線の羽田空港の中にですね、ショッピングモールがあるんですけれども、そこに国用の直営の文房具屋さんがあるんですね。国用の製品がいろいろ売ってるところがあるんですけれども、まあ、そこで探したものがありまして、まだね、開けてないんですけれども、 その店舗がね、国用ドアーズっていうところなんですけれども、そこで買ったクリップボードがあります。ちょっとね、開けてみようと思うんですけれども、こんな感じで、薄くて丈夫なクリップボードなんですが、静音クリップボードっていうんですね。ここのクリップするところはね、音がしないんですよね。ちょっとね、開けてやってみと見ようと思います。ここにね、紙を挟むんですけれども、その時の音がですね、まあ、こうやって開くんですけれども、 閉じました。音がですね。聞こえますかねほとんどしないんですね。これすごくないですかバチンバチンっていうのよくありますよね。クリップボードだと。まあ、れがあれで音を鳴らすのがいいっていう人もいるかもしれませんけれども、やっぱりちょっとね、うるさいんですよね。これはいいのは、スッと止まるところ。これね、軽くて薄くてですね。実際、あの、店舗で触った時に、あ、もうこれ絶対すぐ買おうと思って、 800円ぐらいしたんですけれども買ってきました。すごい軽くて紙自体がねやっぱりちょっとさっきお伝えしたように少し重いのでこのね側はねやっぱり軽くしたいなということでこれがですね今これから使っていこうと思っているクリップボードになっています。まあそういったことでですね今日は特にですねビジネスマンの方に向けていろいろお客さんのところに訪問しなければいけないようなパターンの場合に一冊のノートだとどうしてもねその A というお客さんのところの情報だけを見たいのに、他の情報がいろいろ混ざってしまうノート型タイプよりも、病院のカルテのように、A の患者さんにはこのクリアファイル、B の患者さんはこのクリアファイルっていうように、お客さんごとにファイルを分けて使うタイプ。 こういう運用がですね、私はおすすめじゃないかなというふうに思っています。まあそういったことでですね、まあ、もしこういうノート術、ノートのね、どういうノートに取ればいいのかっていうところ迷っている方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、お試しいただければなというふうに思っております。また、私はこんなことを、こんなふうなノート術取ってますよっていうのがありましたらですね、ぜひ教えていただければなというふうに思ってもおります。まあちょっとおまけということで、まあ先ほど言った国用ドアのところでですね、店舗にいろいろボールペンの、まあ、 試し書きもできるところがあるんですけれども、ちょっと私もね、なかなかあのリサーチ不足だったなと思うのがありまして、ファインライターっていうですね、まだね、この動画収録時ではですね、店舗には、一般の店舗にはね、置いてません。ただその国用のドアーズってところでは売っておりましたけれども、もともとはあのクラウドファンディングで作ったようなんですけれども、思い通りを超える文字線が書ける、まあ、ライティングプロダクトということでですね、 二種類出てます。一、まあ、つはね、ローラーボールペンと言って、まあ、よく高級筆記具にはね、この水性で滑らかにかける、まあ、ボールペンの水性ボールペンですね。水性インクのようなボールペンのローラーボールペンというのが、この一種類なんですけれども、もう一種類がですね、ファインライターと言いまして、型番で言うと WP の F100 という型番になるんですけれども、どうもね、新しいこのペン先のね、軸を 採用しているということで、サインペンのような先っぽなんですけれども、書いてみるとまあ、しっかり書けるまあ、ちょっとね。これまで体験したことないようなあの筆記の感触を得られるペンでした。まあ、ちょっとマニアックな話をマニアックというか知ってる人はいるかもしれません。けれども、パーカーという筆記具から出している。まあ、第5世代のその万年筆でもなく、油性ボールペンでもない。 あの、芯っていうのがあるんですけれども、ああいったような、まあ、ちょっとこれまでにないようなね、あの、芯のペン先、あのインクのね、軸なんですけれども、ペンをね、こう寝かせても書けるらしいんですけれども、実際私もね、書いてみて、本当に書けるんですね。ただね、ちょっとお値段がですね、4000円ぐらいするんですね、1本。だからちょっとためらって、まあ、ちょっとまた、近くの東急ハンズでも見てみようかなっていうふうにして、戻ってきたら、まだね、東急ハンズ、今、市販ではされてないそうなんですね。 だからあの時に買っておけばよかったなっていうふうにちょっと後悔してるんですけれども、このね、えー、ライティングプロダクツという、その、国用のね、新しいその筆記具、まあ、これがね、展示、実際そこでもね、販売されていましたけれども、羽田のね、国際のところの、国際空港の店舗では販売されておりましたけれども、まあちょっとね、新しい筆記具がまだ出てきそうなので、ちょっとそれもね、すごい楽しみに今待っております。 あとはせっかく羽田まで行ったので、まあ、国,国際線だけじゃなくて、ちょっと国内線の方まで足を運んで購入したものがですね、まあ、これも私、あの、アナと JAL で比べると JAL 派なので、まあ、JAL の国際の第一ターミナルの方に行って買ったんですけれども、えー、サラサのボールペン、それのまあマルチ4色ペンをあの購入してきました。なかなかあの、羽田空港行く機会もないので、せっかくなのでということで、ちょっと買ってみました。こういった感じで、 JAL、まあのね、ロゴが入っている、まあ、四色ペンです。まあ、ジェットストリームもね、あの、あるんですけれども、このサラサもですね、結構あの、インクがですね、しっかり出てくる、私もあの、結構好きなタイプでして、先ほどお、あの、お見せしたマ、丸マンのニーモシネ、これにもね、ぴったり合います。まあ、そういったことでね、ちょっとね、こだわりの、まあ、こだわりというか、筆記用具がね、文房具が好きなので、まあ、いろいろね、あの、新しいの見てしまうと、ついつい買ってしまうんですけれども、 まあちょっとね、話が最後脱線しましたけれども、まあ、今日はね、あの私があのたどり着いたおすすめのメモ帳ということでですね、まあ、メモの取り方といいますか、まあ、メモの取り方の中でも、まあ、どういったタイプのメモ帳にメモを取りますかということで、A4 のいわゆるレポート用紙タイプ、まあ、これにメモを取っていくのが私のスタイル、おすすめのスタイルということでお伝えさせていただきました。それではね、本日の動画は以上となります。 本日の動画が面白かった、役に立ったと思う方はですね、ぜひ高評価、いいねボタンを押していただけると嬉しく思います。また、このチャンネルを応援していただける方は、ぜひチャンネル登録していただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。